であるソシエダに所属する日本代表ミッドフィルダー久保竹房はピッチに立つと相手を蹴散らすドリブルで人々を魅了しクールな印象がある。しかしチームメイトからは面白い人物という印象を持たれているようだ。ソシエダのゴールキーパーアレックス・レミロが明かしたとインドネシアメディアボラフが報じている。久保の意外な一面が垣間見えたのは 現地時間9月30日に行われたアスレティックビルバオ戦だった。1対0で迎えた48分、左サイドからのクロスに反応したウマルザリクがボールを触り、流れてきたボールをクボが冷静に左足でゴールに押し込んだ。その直後、クボはコーナーフラッグ付近でお尻フリフリするゴールパフォーマンスを披露している。後日、ソシエダのアリツエルストンドと約束していたことが明らかになった。 レミロはクボについて、クボはとても面白い。あんなに面白くておしゃべりだとは思わなかった。彼はとても親切で、ロッカールームではすでに自分の立場を確立している。彼はジョークも言うし、グループにとって、とてもいい存在だ、と語っている。クボは今季公式戦10試合で5得点にアシストを記録しているが、戦力面だけでなくムードメーカーとしてもチームに貢献しているのかもしれない。